あやとり。はい、KTC 放送局の健太店長です。こんばんは、こんにちは、おはようございます。なんか朝昼晩どれのね時間帯見てるかわかんないから3個言っとかないとさね、いけないみたいな。はいね、なはい、おいメイウェザーかかってこいよというかでね、ね今ほとんど最後の方噛んじゃってね、何言ってるか聞き取れなかったんですけどね、メイウェザーかかってこいと。おメイウェザーかかってこいってね、僕ね多分メイウェザーに勝てますよ。はい、多分ね俺メイウェザーにね勝てますよ、ボクシングルールでね。まあ恒例カルキンくんのね骸骨のタンクトップ着てますから、これあの普通の骸骨じゃなくて、これマコーレーカルキン君の骸骨ですからね、これね、シャリコーペね。はい、まあどういう風に勝つかっていうと、あるね技がねメイウェザーにはねすごく効くんですよ実は。はい、これ多分誰も気がついてない、多分ナスカー君も気がつかなかった。うん、これねこれっす、猫だましね。あのもうカーンゴーが始まった瞬間に猫だまし、うん、猫だましってやった瞬間にもうメイウェザービビっちゃって、なんでこれなんでこれみたいなね、うん、だってもう1ラウンドもうかも、その後も猫だましねやった後もう1ラウンドの多分1ラウンド15秒ぐらいかな、もうボキですよ。はい、ボキだぜ、うんね、猫だましからのボキだぜっていうね、はあ、これでもうね必勝法ですね、メイウェザー選手。はい、ね、はい、まあね、僕ぐらいになるとメイウェザーさんのねパンチとかねもう遅すぎて止まって見えちゃうんですよね。多分メイウェザーのパンチが僕に到達する前に多分ね僕カップラーメンね 2,3 個作れる余裕ぐらいありますよ。うん、はいいつまでこれ続けんだろう僕。もうすいません、本当はおいメイウェザーかかってこい猫だなしでね始まるつもりだったんですけど、なんかグダグダに伸びちゃいました。すいません。本当だったらね、本当の話、お月の人にも勝てません。ね、メイウェザー選手のお月の人にもね、勝てないです。はい。お月の人もね、怖すぎるよ。メイウェザーのお月の人、怖すぎるよ、あれ。チンプラやもん、みんな。はい。ね、全然今回の動画関係ないです。はい。ね。余談ですけど、メイウェザー戦のね、前最初のその試合会場入り前の時にホテルからメイウェザー選手出てきました、スウェットです、上下スウェットで余裕です、どうたらこうたらですって言ったさ、記者が言ってさ映ったやつ、お月の人が映りましたよね。メイウェザーのこと多分分かってなかったですよね。あー出てきました出てきましたって2回ぐらいメイウェザー間違えたよね、お月の人と。はい、余談です。はい、今回はタイトルにごめんなさい3分もかかっちゃった挨拶で、ほんと長いね。ですね、今回の動画はですね、タイトルにも書いてたんですけど、チンピラの節約法。はい。チンピラの節約法です。ね。まあこれ誰がやったとは言いませんか。ね。誰がやってたとかとね、そういうのは言いませんが、まあ僕の友達がやってたというね、ことにして聞いてください。ね。はい。チンピラの節約方法っていうのがね、あるんですよ。うん。ね。これやっちゃダメですよ、本当はね。本当はやっちゃダメなんですけど、こんなことやってるやつがいたぜっていうね、それのちょっと面白い話があるんで、紹介させてください。ね。チンピラの節約方法。はい。まずね、本当に、ハングリーな、チンピラっていうか、僕はね、本当ゲットタウン出身なんで、川崎のね、海の方の、はい、工場時代の方の出身なんで、まあ、結構ゲットな人が多くて、そう、ゲットっていうのは、まあ説明するのめんどくせえや。うん。まあ、そういう感じですよ。貧しいとかさ、いろいろそういう様をゲットっちゅうんですけど、ヒップホップ用語で。ね。やっぱね、少年時代、小学生、中学生、高校生、そんなにお金持ったやつおらんのですよ、あんまり。うん、みんなまあバイトして、まあ、すぐお金使っちゃうから、まあ、何せ競馬とかね、ギャンブルの街でもあるんで、はあ、パチンコ、スロット、競馬ね、競輪、で、風俗、いっぱいその娯楽があるんで、やっぱりその、高校生になってバイトで稼いでも、すぐなくなっちゃうんですよ、お金がね。うん、で、やっぱみんなね、常に飢えてるわけですよね、お金。マネーに。
もう今日生きる金すらない、今日のもう腹減った何食うみたいな、金ねえよみたいなね、感じなんですよ多くの人が。当時ですよ、僕が中高生の時ですからね、今は知らないけど、うん。でね、そうするとね、川崎区ってね、異常なほど自転車が普及してるんですよね。ここ本当中国かなって思うぐらいね、初めて来た人は自転車の数がすごいんですよ。みんな自転車文化だから。というのもまあ平坦なんですけどね、土地がすげえ平坦なの。横浜とか東京のね、とこみたいな、アップダウンがねえから、本当に自転車がねすごいね、便利なんですよ、うん。老若男女自転車に乗るんですよね。まあガス代もかかんないし、カロリーも消費できるし、しかもガス代もかかんないしまあこれぐらいしかいいとこないんだけど、そう、あと交通費がかかんないね、うん。まあ、すごいだからね、理にかなってるんですよ、川崎で自転車が普及するのは。で、自転車をね止めるにも、駅周辺半径何百メートルだっけな、駅からは自転車の撤去ゾーンなんですよ。自転車とかバイクの撤去ゾーン、無断駐車か、無断駐車の撤去ゾーンなんですよ、うん。まあ別に駅のそのね何百メートル以内以外も、そこら辺の土地のね所有者とかお店のね人が撤去してくれっつったら、なんか警告文がなんつうの、もんと貼られた後に、何日以内に撤去しますみたいなね。まあその代わり通報した人の持ちなんだけど、うん、通行人を装って通報するとなんかただって噂もあるけど、はい。まあまあまあそんな感じで、自転車を止めるにも要は金がかかると。普通にその辺止めると撤去されちゃうから、うん。まあ撤去されないゾーンはねみんな抑えてるんですけど、地元のやつらは、はあ。でね、やっぱねいろいろねあって、自転車を止めるのはねまずケチるわけですよ、チンピラどもは。ゲットなチンピラどもはね、うん、なんだろう、駐輪場に止めたがらないんですよね。何せ1日100円とか200円取られるんで、バカらしいじゃないですか、ちょっと移動するのにね、うん。そうすると僕のそのゲットのやつらは、俺じゃないよ、ゲットのやつらは銀行とかね、コンビニとかに止めるわけですよ。だからコンビニだと本来コンビニって回転がめちゃくちゃ早い業態だから、長時間同じ自転車が止めたのっておかしいわけなんですよ。なんで基本コンビニだとすぐ移動させられたり、なんかそういうのをされちゃうから、銀行とかね、あと飲食店とかゲームセンターとかね、そういうところに止めるわけですよ、長時間人が居つくところに。そうすると不自然じゃないから、はあ。でそれでもね、あんまり常連だとね自転車ね移動させられちゃうんですよ。で移動させられた先が撤去ポイントとかに移動させられちゃうから、おーのーって撤去されちゃう時もあるし、うん。とにかくね自転車を止めるのはねケチるんで、駐輪場に持っていくんだけど、駐輪場のロックの機械の横にはね、車輪を挟まずに置いたりとか、そういうケチなことをねゲットなボーイたちはね、してましたね、うん。まあ、よくないんですけどね、これゲットボーイ以外もケチなおばはんとかもやってるんですけど、うん。まあ、自転車の止める代金をケチるっていうね、うん。まあ、死活問題ですから、100円200円も当時の僕らは、うん。ね、僕なんかもうスーパーフラフラしてましたから、ほんと日銭すらね言葉具身の上だったんですよ、うん。で電車はもう基本ね子供料金か無賃乗車ですね、ダメですよこんなこと。本当に別に推奨してるわけじゃなくて、そういうやつがいたよって話ですからね、何度も言いますけども、はい。子供料金でね切符を買ってね、まあ、当時僕らスイカなんて普及してる時代じゃなかったね、さほど、うん。切符を買って、子供料金の切符買って、で、言えるとピョッピョッって鳴くんですけど、大きい駅とかだと、紛れられるんですよね。誰が今ピョピョしたのかは、あんま駅もね、あんま見てないじゃないですか。どうやら見てるらしいんだけど、うん、ピョッピョッつって入って、ピョッピョッつって抜けるっていうね。ピョッピョッ恥ずかしいんですけど、うん、みんな子供料金で乗ってましたね。僕はやってませんよ。はい。で、もう一個、まあ、その無賃乗車っていうのはやり方を教えるんですけど、まあみんな知ってるだろうからね、うん。こういう技もあったんですよ当時ね。すげえ遠いとこ行くときとかに一番安い切符を買って、とりあえず切符を通るんですよ、うん。とりあえず通るんですよね。150円とかの切符で通ります。でそしたらその切符はもうポイって捨てちゃうんですよね。いらんこんなもんっつって、うん。でどうやって出るかっていうと、出るときに駅員さんに、すいません切符なくしちゃったんすよって言うと、優しい駅員さんと、ああ、じゃあ次は気をつけてね、いいよ、つって通してくれるんですよ。で、厳しい駅員さんと、どっから乗ったつって。うん。
で、どっからだったって聞かれたら、一番近い駅からのね、その降りる駅の一個前の駅から乗りましたっていう。そうすると一番安い料金入れたのと、一番安い料金で通過できるから、ちょっと節約できるっていう、くだらない技があります。はい。ね。うん。非常にくだらない技なんですけど、そういうのがあったらしいよ。うん。あとね、トイレ作戦。まずね、これもね、一番安い切符で、入る。それか、もう、一番大きい駅とかだと、すいません、ちょっと、駅のね、さ、改札の中にしかトイレがない駅ってあるでしょ、うん、僕の駅そうだったんですよ、基本的に。他の駅、トイレまで遠くて、で、駅員さんに、すいません、そのトイレ入らせてもらっていいですかって、ああ、どうぞって通してもらうんですよね。で、そのまま電車乗って行きます。でね、まあ、渋谷でなんだと降りますって時に、渋谷とか新宿とかは、何せ人が多いから、もう、トイレ通してくださいって人は多分結構多いんですよ。まあ僕もスカウトやった時にね、何回もトイレ入れてもらったから。で、渋谷で降りました。じゃあ渋谷でどうやって切符持ってないね。入る時に、トイレ入れてくださいって入ってきてるから、で、出る時どうするのか。あ、トイレ貸しまった、ありがとうございましたって出るときと、はいって普通に出れるっていうね。もう駅員も誰にトイレ貸したか覚えちゃいないから、こんなやつにトイレ貸したっけな、みたいなね。これともう完全にただでね、機械ら辺の、改札ら辺のとこでね、キセル技を使わなくても、ただで電車に乗れるっていうね、そういうことやってるやついましたね。うん、これダメですよ、本当にこういうことやっちゃ、本当に。そういう人がいるらしいんですよね。うんと、太い野郎ですけどね、こうやってね、節制してるやつがいたそうですよ。はい。ねえ、まあ、これから金怒ってんじゃんね、はい。まあ、これからこれダンベル刺さってね、これでね。で、やっぱりね、まあ、こういうことは本当に普段の節制でね、こういうインチキを重ねてやっててね、あと、やっぱ、なんだ、無銭飲食とかね、あ、無銭飲食もね、いろいろやり方が、まあ、これはいいや。で、やっぱりね、お金を結局稼がないといけない。でも、働きたくない。チンピラはね、働きたくないんですよ、基本的に。だって、めんどくさいから。だるいじゃん。ね。働くのなんてね、できれば働きたくないとみんな思ってますから、基本的には。大半の人間が働きたくないと思ってるはずなんですよ。多分。やっぱ、物をね、やっぱりね、チンプレはどうやって稼ぐかっていうと、物を売る。うん。これにね、つきますね。ベーシックな稼ぎ方と。何かを売るんですよね。何かを売る。じゃ、何かってなんだよ。うん。もう盗むしかないっすよ。はいね。だ、盗品を売るっていうね、のが、主なしのぎになりますね。うん。まあ、素人チンピラにはね、一番やりやすいのは、そのやっぱ物を売るですよね。盗んで売るっていうね。よくないっすよね。ほんと、よくないんですけどね、当時やっぱりね、多かったですよね。入りましたよね、銅線とかね。建築現場から銅線パクったりとかね。資材盗んで売ったりとかね。入りましたよね。あとね、前も言ったけど、新聞紙ね、石油の原料になるんでね、新聞紙ね、軽トラいっぱいに集めると結構長くなるんですよ。うん。だから、新聞紙とかをね、業者より先に回収しちゃうとかね、そういうやつもいましたね。うん。あとは、高級な自転車。はい。なんていうんですか、ピストバイクとか、なんていうか、そういうの言うんですか、僕あんま詳しくないですけど、そういう系のね、自転車のチェーンをね、まあ、チェーン切ったりとかしてね、まあ、軽トラにバンバン積んで、売るっていうね、そういうのね、もありましたね、自分で持ってるものを売らないところはもう本当に良くないですよね、うん、盗んで売るみたいなね、これでもう本当に数千万稼いだ友達もいますからね、まあ、パクられましたけどね、はいはい、パクられて成人式出れませんでしたけど、はい、で、まあもう何個かね、いろいろあったね、賽銭箱、うん、賽銭箱の周りを、ダウジングするっていうね、ですね、コインランドリーのね、あと下とかね、うん、覗き込む、うん、コインランドリーしたらね、50円とか100円落ちてるんですよね、うん、あと自販機のお釣りのとことね、自販機の下を覗き込んで小銭を得るっていうね、はい、これだんだん。だんだんこれチンピラの話っていうか、なんかどちらかというと、なんだろうな、これもうゲスな、クズな話ですよね、これね。うん。まあでもそういうね、ことしてる人がいました、実際に、本当に。うん。
僕の周りにはいましたね、当時。よくないんですけどね、うん、だから推奨してるわけじゃなくて、そういう人がいましたよっていう本当に話です。うん、なんでやっちゃダメですよ、こういうことやっちゃダメですよ。うん、あとね、本当、これ今の話は全部レベル低いことですよ。本当に、みんな、なんだろう、ゲットタウンの悪ガキたちはこうやって、なんとか暮らしてるよっていう、たくましい、たくましいって言っちゃうと、なんか言葉がいいんだけど、まあ、僕はスラムドッグミリオネア見てね、お金の価値がね、ああ、お金って、あれだなって、なんか本当にもう、ね、もう資料の言ってらんねえんだなって思ったから、まあ、関係ねえけど。うん、あと、古本屋ね。某古本屋とかね、まあ、ああいうとこによくいるんで、暇で金もないから、立ち寄り自由じゃないですか。どうしても欲しいな、この本って思った時に、高いこれ、何、古本なのに300円もするじゃんって思ったら、近くにある100円コーナーの値札を剥がして、300円の上に貼って、買うっていうね。うん、もうパクれよっていうね。もうチンピラならパクれよっていうね。ね、まあこれだったらね、ほら、合法に、うん、割引を得られるわけですから、ディスカウントを得られるわけですから、ね、パクらずとも。ね、パクりゃ、それはね、自分もパクられるね、心配っていうかリスクもありますけど、このね、値札張り替え戦法だったら、まあ誰も損しないっていうかね、みんなニコニコハッピーで、ディスカウントを得られて安くね、本が買えるっていうふうに、やってる友達がいましたね。はい。誰もハッピー、誰も金もハッピー、売ってる方からしたらハッピーじゃないか。全然ハッピーじゃねえね。まあ、今言ったことはね、全部本当にやっちゃいけないことなんですけど、こういうことはね、やらないと、なかなかね、厳しい生活を強いられてる人たちもいるよっていう話でした。なんか、おちゃらけで話しちゃってるから、なんかふざけてるのがこいつみたいなね、ね、ハゲたパチンコ玉が、ハットとサングラスとマスクして、お前ふざけてる以外のね、何者なんだよ。で、タンクトップ、マコーレ、カルキンの骸骨、うん、お前ふざけ倒してんじゃねえかってね、うん、お前、なあ、お前お母さんお父さんに謝れってね、うん、ねえ、本当に思うかもしれませんけども、まあ本当に、まあ、もともと生まれてね、この方ずっとお金っていうか、もう本当になんかそういうのに困ったことない人はね、やっぱ分からない世界、ね、くだらねえ、そんなくだらねえことしてね、かわいそうだなとかね、ダッセーなと思う人もいるかもしれないけども、そうじゃないとね、生きていけないっていうかね、なんかそういう子たちもいるんだよっていうね、ゲットな街には、うん、本当に。にね、やっぱり貧富の差が激しいですからね、先進国っていうのは特に、うん、ああ、まあそういうことですよね。みんながみんな満たされてるわけじゃないですから。あ、チンピラもね、ヤンキーも、みんななりたくてなってるわけじゃないしね、環境がそうさせてるわけですからね。え、本当のとこ言うとね、そのもっと上から正していかないと、なんかね、いけないんじゃないかなって思ったりするっていうね。全然ごめんなさい、これうまくまとめきれてないですね。なんか最後の方、なんとか綺麗な方に持っていこうと思って今ね、いろんなご宅並べてるんですけど、まあそういうね、なんか良くないち、なんだろうね、せこいことして生きてきたやつがいっぱいいますって。まあそんなような本当にくだらない話です。飲み会のね、なんかあれで、なんかこういうことしてるやつがいたぜ、っていうね、感じで聞いてくれればいいと思います。ね、それ先に言うべきでしたね、はい。終わってから言ってもしょうがないですからね。はい、じゃあ、というわけで、そんな感じの今回くだらないお話で終わりたいと思います。じゃあ、最後に、マコーレ・カルキン君、ちょっと挨拶してもらおうかな。